タレントパーだったらもう入ってますよね。そうですよ。いけ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 。おお。まずどうすればいいんだよ。エンジョイパチンコライフ。ピンマット TV をご覧の皆様、こんにちは、ななこです。本日は東京都にあります帝荻窪店さんに GoTo Heaven の撮影でやってまいりました。最近 GoTo Heaven の撮影、まあ、なかなかあまりないんですけれども、かなり久々の撮影になっているのかな。うん。そして、Go to Heaven、 私なかなか逆転できずに、ずっと多分負けております。というわけで、本日は弱気に、本日もかな、弱気にマイナス500枚のスタートで、いきたいと思います。全然最近 Go to Heaven できてないんで、今日こそは頑張って、逆転して皆さんにね、勝ってるところをお見せしたいと思います。というわけで、本日も皆さんに残り500枚からの華麗な逆転劇をお見せします。いけないんで、一パチじゃもう多分到底無理なんで、20スローに行きたいと思います。あっちあっち で、 でもレートがすごい選べるから、皆さん好きなところで遊べる。どうするどうする、ジャグラーとかはちょっと行かずにちょっとチャレンジしよう。まずあとはじゃあちょっと私があまり得意としないキスだからな。おフランキーが、ね、めっちゃ打ちたいけどどうしよう。全然逆転感ないけど、クランキーとか。とりあえず一応あっちを覗いてみましょう。クランキーはちょっと打ちたいな。パーレスは私はちょっと難しそうなので、クランキーでちょこっと打つか。だって500枚でしょ、ビッグ2発引ければ逆転だよ。よし頑張ろう。というわけで、本日久々のクランキーコレクションで頑張って逆転したいと思います。それでは本日の Go to Heaven はクランキーコレクションで頑張って逆転を目指したいと思います。ビッグ2発引ければ逆転。よし頑張ろう。久々のクランキーですけど、当たってくれると嬉しいです。お願いします。いっぱいチェリーが来るぞ。ベル、とりあえずは投資が早く、ビッグが当たってくれればね、なかなか割と頑張って逆転できるんじゃないかなって言ったところなんですが、なんかすんごいすんごい感じで右上がりなんですけど、全然回ってないからさ。はい、追加投資。そうそう、残り500枚からの逆転劇って言ってましたけど、こちらのお店、47枚貸しみたいなので、残り470枚からの逆転劇っていう感じになってます。でも150枚回せば
50% ぐらいの確率でクラチャリは来るはずなんですよ。その 50% にかけてみるか。ダメだったらちょっと荒波行こう。荒波機種追加投資。これでダメだったらちょっとあの荒いの行きます。そう、一撃でガツンと逆転できそうなやつ。せめてなんかあのレッツゴークランキーチャレンジぐらいは言ってくれてもいいんだけどな。全然言ってくれる気配はなく着々と飲まれている。というわけで、ちょっとクランキーでは今日私はちょっとどうにかできそうな自信がないので、まだねあの投資もまあまあ残ってるし、エティキ行こう。エティキというわけで今から大移動したいと思います。というわけで特に理由もないんですけれども、歯です。こっちこっち。別にあの大の根拠はありません。もうここまで来たら引きしかない。多分投資も限られてるので設定云々とかじゃなくて引きだと思うんで、頑張ってこのハーレスでなんとか逆転をしたいと思います。はい、というわけでハーレスさん頑張ってください。お願いします。よしよし行くぞ。まあ、とは言っても前の方がまあ辞めてるのを考えると、まあ、ここで何かをね、チャンスか。私が引かなきゃいけないんだよな。でもなんかね、結構ハーデスあのグラフを見ると結構出てるんですよね。まああの右2個隣の方ももう後ろ別組してらっしゃるんで、今310ゲームなんですけど。多分400のゾーンはいけるはずなんだよな、この投資分で。めっちゃ静かだけど。チャンス、またチャンスだよ。チャンスじゃどうにもならないんですよ。チャンス、右上がり。右上がりキナナ。これキナナ2連の時に挟みたかったな。追加投資早いよマジで。もうすぐ400。とりあえずヘルゾーン入ってくれればちょっと希望が見えるんだよな。ちょっとだけ。ヘルゾーンで当たってた後ろが、あれ私もあれ求めてる。追加投資やばい。どうなのこれ。足りるの投資。
んだけど当たる気配ないけど大丈夫かな。お追加投手っぽいラスト。超ダメそうなんですけど、完全にこれモールだけ上げたパターンな気がする。さっきのチャンス役とかで。マジか、なくなる、当たらない。あー、なくなった、何にも当たらなかった。みんな当たってるのに、コートゲーム、みんな当たってるのに私だけ何も当たらず、ただ単純にちょっとモードを上げただけで、残念ながら投資がなくなってしまいました。いや、いけると思ったんだけどな、なんとなく。みんななんかハーリスの島盛り上がってるんですけど私だけ引けず、というわけで皆さんごめんなさい。ミカド荻窪店さんでの実戦が終了いたしました。あ、2015年も私引き用ですね。何にも引けなかった。しかもひなな4連チャンス2回もあったのに、ひなな3連で、当たらず、ひなな3連で当たらず、ただ単純にあのハリスモードを上げただけで終了という感じになってしまいました。なので、本日も逆転ならず、もうこれいい加減逆転ならずっていうのもやだ、飽きたよ。私逆転成功って言いたいよ。多分ゴールデンウェーブどっかに取ると思うんですけれども、その時は何かしら引きたい。せめて逆転できるかできないかさておき、何かしら引きたいと思ってます。なんで皆さんね、あのその辺も楽しみにしていてください。というわけで本日実践撮影をさせていただいた帝荻窪店さんなんですけれども、まあ、こちらにもある通り、あの1円パチンココーナーが地域最大級の設置ということで、163台1円パチンココーナーがあります。お店入ったらすぐ分かるんですよ。お店の半分が1パチになってます。で残り半分で 0.5 パチ4パチ、5スロー20スローなので、選べる5レート。でまたこの動画がアップされている翌週だと思うんですけれども、寝台スロットコーナーにアラジンが導入予定となっております。ぜひ手貸しコーナーで楽しく遊びたい方も、寝台がつい楽しみたい方も、帝荻窪店遊びに来てください。本日も逆転することができませんでしたけれども、2015年、今年こそ逆転の数を多くしたい。どっちかって言ったら勝率を高めていきたいと思っておりますので、皆さん次回も楽しみにしていてください。それでは本日は奈々子がお送りしました。またね。VTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 VTube ダウンロードしてね。えいえい。